漫画子供文庫は九百七十八年十月六日から九百七十九年九月二十八日まで TBS 系列局で放送されていたテレビアニメである毎日放送グループタックヘラルドエンタープライズの共同制作全五十一話童話童謡雑誌赤い鳥などに掲載された大正昭和期の児童文学を原作とし全作 漫画人物語と同様に1話15分構成で1年間放送されていた30分番組。エンディングテーマを月替わりとするなど音楽にも力を入れていた。番組制作に関与していた毎日放送とグループタックは同じく TBS 系列局で放送されていた漫画日本昔話にも参加していた。本作はテレビ東京で一度再放送されたが、それ以降は放送されていない。 ヘラルド作品などが権利を持つ作品は完全な形でフィルムが現存していないことが多いのでオリジナルメガ原版が紛失していると噂されている。ただし本編も一部などは配給会社に残っているものとみられる。他系列は本放送当時のもの。放送日時は個別に出典が掲示されているものを除き、 1978年11月中旬から12月上旬時点のものとする。ありがとうございます。